えー、日本ではですね、暴力装置が2つあります、えーまあ、両方とも国に雇われているから、これ実は危険なんですね、ところがアメリカ人は、暴力装置と常に民間の側にも持ってないと安心できない、パワーが拮抗してないと嫌なんですよ、国家に武力で対抗する権利っていうのを彼ら持ってるんですね、アメリカ人っていうのは、選挙と暴力っていう、2つの政治的なです、ね、解決法を持ってるからですね。 バイデンさんね、ばんバ,バイデン新大統領や,やりますよね。いきなりね、銃規制の強化というのをです、ね、言い出しました。まあ、あの、去年の選挙でトランプを破っ からですね、最初に手をつけたのがこの問題ですね。で、それにですね、やっぱりあの、アメリカ国民の一部の人はですね、反対してるんですね。えー、バージニア州のですね、衆議会をですね、えー、完全武装で取り囲み、<laughs> すごいですよね。我々は政府の規制には従わないっていうですね、まあ大集会をですね、したりですね、アメリカは今とんでもないことになってるんですけども、このですね、あの、岡田夫人首相ゼミではですね、政治問題や国際情勢は基本的に扱わないんですけども、あの、ちょっとね、このテーマについて過去 語った動画があるので見てもらおうと思いますというのもですね、アメリカ人にとっての銃規制っていうのはですね、その武装する権利ですね。国民の基本的な権利に武装して国と戦う権利っていうのがあるんですけど、これを手放すかどうかっていう話なんですね。割とね、独特で面白い。なんか、これがその憲法の中に入っているというのが面白いんですけれども、えー、こんばんは、岡田敏夫ゼミです。あの、アメリカではですね、何年に1回かこの、せ、あのー、まあまあ、この銃規制のですね、 えー、騒ぎが起こるんですねで大体そういう時ってあの、まああのまあ、すごい凄惨なです、ね、あの銃の乱射事件が起きた時が多いんですけどもそれで銃規制を強化しようというです、ね、規制派が出てきてでそれに対してやっぱり猛烈に反対する人が出てくるんですね。で、まあ、これについてはですねあのワイドショーとかを見てると、まあ、アメリカ人は野蛮だとかアメリカ人は銃を手放さない不安だからだみたいな話が出てくるんですけども、まあ、せっかくだったらもうちょっと深くです、ね、見てみるのが面白いんじゃないか なんでそんなに銃を手放せないのか、えー。彼らの根底にはどんな思想があって、どんな感情、気持ちがあるのかっていうのをですね。まあ そういうふうに見た方が面白いと思うんですね。ということでですね、今夜はですね、あの、日本とアメリカの暴力装置の違いですね。暴力装置という言い方がちょっと、あのー、まあまあその政治論、社会論みたいになってきちゃうんですけどもですね、まあ、その切り口からですね、アメリカ人の持っている自警団思想というものについてえ解説した動画を見ていただきます、えー。今日の動画はですね、2016年の1月17日に配信した 岡田敏夫ゼミですね。第109回はアップグレードして再配信します。えー、動画の後にもですね、あの、追加のアップグレード情報があるので、楽しみにしてください。それでは、ここから動画、スタートです。はい。えー、じゃあですね、まあ、さっきからこう出してる、なぜ米、アメリカで自由がなくならないのかという問題ですね。まあ、オバマ大統領はですね、1月1日のビデオ演説でですね、まあ、あの、涙を流してですね、<laughs> アメリカで銃規制法案をやらせてくれというようなことを言って、 た相談ででですね。まあでえー、これが日本で報道されるときは、ごめんな。なんかさっきからマイクトントン触っちゃってて音するかな。これ日本で報道されるときはですね、えー、アメリカは銃社会だからとかですね、もしくは、えー、なんだろうな、銃を手放さないからだとかですね、全米ライフル協会がというような、まあ、報道のされ方をするんですけども、あの、僕はあの、もっと、えー、本質的なものがあると思ってるんですね。それがちょっと Facebook に書いたんですけども、 あの、国家に武力で対抗する権利っていうのを彼ら持ってるんですね。で、えー、これがですね、憲法に書いてあるのが面白くてですね、まずアメリカはですね、多層的な暴力装置を持っていると。と、えー、あんまり普段聞き慣れない言葉ですね。多層的な暴力装置っていうのは。えー、日本ではですね、暴力装置が2つあります。えー、1つは軍隊ですね。で、もう1つは兵隊だと。 あ、軍隊。で、これ、もう一つは警察なんですよ。で、えー、警察っていうのは行政で、軍隊っていうのは、まあ、えー、国家に雇われているのですね。ちょっと所属が違う。まあ、ちょっとしか違わないんだけど、言っちゃえば、えぇ、ー、まあ、両方とも国に雇われているから、これ実は危険なんですね。 で、えー、アメリカではですね、この警察だけでなくて、民間から選ばれている保安官というのがあると。で、その保安官という制度があるから、国家に雇われている警察、まあ本当はその警察も都市に雇われてたりするわけですね。だから、ニューヨークポリスデパートメントっていうのは、ニューヨーク市の予算で運用されたりは、もするんだけども、日本の場合警察っていうのは、 都市に所属しているのか、例えば島根県警というのが、島根県に所属しているのか、もしくは警視庁という国家組織に所属しているのか、ちょっとわかりにくいところがあります。で、それと国家に雇われている、国家から金が出ている軍隊というのがあると。で、これがですね、二つしかないのでですね、日本というのは危険だという考え方もあるんですね。で、えー、なんで危険なのかというと、国家が、 僕たちの嫌な存在になった時ですね。えー、つまり国民に対して嫌なものになった時に、いつでもですね、市民が国家で、国家をですね、武力でひっくり返す権利っていうのをですね、持っているべきだっていうのがアメリカ人の、アメリカ人の平均的な考え方なんないけど、アメリカの建国思想なんですね。で、これがもう時系団思想っていうやつですね。あの、前回から時々僕があの話してるですね、バットマンとかもそうなんですけども、まずその、 国家で裁けない、法で裁けない存在は、存在は民間で裁くという。これかなり危険は危険なんだけど、アメリカ人が絶対に持ってる感覚なんですね。で、国とか都市が自分と反した場合、自分はおとなしくなるのかっうとそうじゃなくて自分一人になった。 でも、正義のためにもしくは家族を守るために戦うという権利をですね、いつも持ってたい国民なんですよ。だからこそあのバットマンみたいなものがあるんですね。バットマン、なんで日本でバットマンとかスーパーヒーローものがないのかですね。それもあの、なんだろうな。えー、ないのか。で、どちらかというと、まあそれは昔は水戸公文であったり、今だったら、えー、刑事でちょっとはぐれ者っていうなんで。これが日本人の感性でですね、暴力装置っていうのを常に女将のものにしちゃうんですね。 ところがアメリカ人は暴力装置と常に民間の側にも持ってないと安心できない。パワーが拮抗してないと嫌なんですよ。アメリカの軍隊のですね、えー、総力を上げてだったとはわかんないんだけども、いわゆる地方軍ぐらいだったら民間の兵器、あと武力、暴力を全て集まれば対抗できるようにしとかないといつでもまた革命が起こせないわけですよね。 そうやってアメリカというのはイギリスに対して革命を起こして勝った国だからアメリカ中の全ての州というか全ての町っていうのは基本的に言えば極端な言い方をして、わかりやすく極端な言い方をしてますが武力によってアメリカ政府から独立を保てるようにしときたいというバランス感覚がある。これがそのアメリカがで銃がなくならない理由のもう一つなんですけども日本人の僕らとしてはなんだろうな政府がいい人であれば 別に暴力装置を民間が持つ必要がない。民間がそういう暴力装置を持てば犯罪が増えるというふうに思っちゃうんですね。もう思っちゃうとか、もその通りなんですよ。まあアメリカは、もうこれは確証もなく、もう僕が何と言おうと、刀狩りをしなかったから、銃規制をしなかったから、もう嫌になるぐらい暴力が溢れてるし、嫌になるぐらい差別もあるし、嫌になるぐらい暴力的な国なんですけども、その代わり市民の一人一人が反政府思想というのをですね、 持った上で武装できる権利っていうのを保障しているわけですね。どっちが好きなのかって言われると僕もこう悩むとこなんですよ。あの、状態としては日本の方が好きですよ。あの、個人個人が武器なんかを持ってなくてお,まけおかげで凶悪犯罪が起こらないという日本の方が好きなんですけど、思想としては個人が武装して国家に反逆できる権利っていうのを保障してるというのかな。国がそういう存在を認めてるアメリカっていうのに、なんかね、 ちょっと憧れは感じちゃうんですね。でも、その憧れ、僕らが、僕が感じてる憧れが、シャレにならないぐらい、ずれてきてるから、黒人大統領が涙を流して、もうこれやめようよって言わなきゃいけない事態になっちゃってるというあたりですね。えー、これはなんかその、僕のゼミでの考え方です。なぜアメリカで銃がなくならないのかっていうのは、常にアメリカ人っていうのは、選挙と暴力っていう、二つの政治、 的なですね、解決法を持ってるからですね。僕らはついつい政治に不満があるんだったら選挙、若者は選挙に行けって言うんですけども、本質はもう一つあるんですよ。政治に不満があるんだったら若者は選挙に行けじゃなくて、若者は武器を持って立ち上がれ、労働者はストライキをしろっていう、反社会的な行動もあった上での民主国家だっていう、綺麗事汚い事を全部含んだ上での民主国家だっていう考え方が、なんか、 僕、ちょっとアメリカの好きなところでもあるんですよ。でもその好きなところが黒人大統領が涙を流してもうやめようって言わなきゃいけなくなってるところが、ちょっとね、困ったところだなというふうに思います。はい、お疲れ様でした。えー、っとですね、アップグレード情報なんですけども、まあ、なかなかね、アメリカはですね、銃の規制ができない。じゃあ、日本はどうなのか、日本は安全なのかというとですね、まあ、 日本にもですね、ちょっと規制できない武器があるんですけども、その話をですね、少しちょっとメタな視点でですね、考えてみようと思います。そもそも銃というのは何だろうかまあ、人を傷つける武器ですよね。でも、それはね、人を傷つける武器であると同時にですね、人を思い通りにする。つまり、銃を撃つぞと相手を脅してですね、銃を、相手の自由を奪える、相手を思い通りにできるっていうですね、まあ、 まあ、言いい方悪ででですすけど、便利な道具でもあるんですよね。だから銃が怖いっていうのはその銃の破壊力が怖いっていうのとなん、あのー、だろうなそういうのを振り回す怖い人がいっぱいいるとというかあの普段分かんない弱々しそうに見える大人そうに見える人でも銃を持ったら急に怖い人になるとなんか、ここら辺のですねあの人間への恐怖でもあると思います。で、で僕はですね、まあ、ちょっと話が、 ちょっとここからずれます。あの、戻りますけどもですね。あの、言葉は武器だと思ってるんですね。こういうの、よく言うじゃないですか、言葉っていうのは武器であると。だから、あの、言葉というのは簡単に人を傷つけ,けることもできるし、特にその SNS を使うと大量破壊兵器にもなりますよねで。こういうことを人前で言うぞとか、お前を決めつけてやるぞとか、こういう噂を流してやるぞということで、相手の行動を奪えたりですね、自由を奪えたりする。 ですね。ま、それもですね、全く有名でもない、ただの人であっても、特定の個人を遠く離れたところから、その、誰にも知られないように遠隔攻撃ができるというですね、なかなか言葉っていうのはですね、SNS ができたおかげで武器になってしまったんですね。で、アメリカはですね、銃社会でですね、年間何万人もの人が銃の犠牲で死んでるっていうんですけども、でも日本は、 自殺社会なんですね。年間何万人もの人がですね、あの、自殺で死んでいるんですね。そのうちのかなりの数がですね、その SNS の誹謗中傷みたいなこととかですね、そういうようなことがですね、原因で死んでいると考えられるわけです。じゃあ、じゃあですね、アメリカでは銃の規制ができないのかっていう日本人はですね、SNS の発言の規制を日本人はできるのかって、これ、あの、対象の問題だと僕には見えるんですね。えー、でもね、その、まあ、 日本人の今の一般常識から考えたら、そういうことですね。なんだろうな。発言の規制というのはできないなっていう,うに言いますよね。だから、その知らない人に向かって死ねとかクソだとか、最低とか罵る人を果たして制限できるのか、彼らの行動を制限できるのかですね。アメリカが銃の規制をできないようにですね、日本人はですね、個人による誹謗中傷っていうのをですね、止めることが、やっぱりこの10年ぐらいずっと議論してるんですけど、できない。 教室の中でそういうふうないじめの言葉のやり取りすらもやっぱ規制できないんですね。アメリカの高校ではですね、銃の規制があって、武装な国だって言うんですけども、日本の言葉の、なんだろう、いじめっていうのはですね、それ以上、同じぐらいにですね、残酷で危ないのかもしれないとですね。で、おまけにですね、なんかアメリカではその銃を振り回して大量殺人する人たちが必ず言うのが自分たちの正当性なんですけどね、こういう状況があるから俺たちはやったんだと。 同じように日本では言葉を暴力にして SNS でばらまく人たちは必ず言うのはあいつらには言われても仕方のない欠点がある悪があるですねで俺たちみたいな弱いものはこんなことを言うぐらいでしかストレスが解消できないんだじゃあこんなのを SNS で言うのを禁止したらどうやってストレス解消したらいいんだっていうですねもう本当にアメリカの無法者と同じような理屈でここ彼らは理論武装してる,てるんですけども えー、さてですね、あの、今日見てもらった動画の限定部分をですね、まあまあ、あの、まあ、この辺にしておきましょう。この辺で、本当にね、アメリカと日本の差っていうのは何なんですけど、難しい問題で、あの、ここから先のですね、限定部分はですね、有料会員のみになります。えー、どんな話を限定部分でしてるのかというと、まあ、 基本的にね、この回、あの、雑談スペシャルなんですね。だから、いろんなですね、えー、視聴者からのですね、えー、疑問に答える形になってます。えー、例えばですね、岡田斗司夫の弟子になりたいです、まあ。すごい珍しい人がいたんですけど、まあそういう弟子離しがんの人に対して答えたりですね、あの、転売ヤーに関して、転売ヤーっていうのが本当に悪なのかどうかという問題をですね、ちょっと語ったりですね、あの、まあ続きが見たい人はですね、岡田斗司夫のですね、公式アーカイブかですね、YouTube の、まああの、 メンバーシップですね。あとは、ドワンゴのですね、ブロマガチャンネル、どれか好きなものに入ってみてください。えー、それではまたですね、明日の動画でお会いしましょう。バイバーイ。岡田司夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。えー、毎晩ですね、たい夜の7時ぐらいに、あの、新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。